リップと眉毛で描いたからまずるしちゃった。伊藤聡さん、バラありがとうございます。え、久しぶりだよね、どこ行ったんだって私は怒ってたよゆきなです、イエーイわお誕生日、歌いますよ。ちょっと待って、歌うけどちょっとちゃんとメイクしとけばよかった。せーの、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアシノさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます、おめでとうございます、イエーイ。29歳、アラサーですね。アラサーの気分はいかがですか？アラサー楽しんでください。アラサーってどうなるんだろう。久しぶりの人今日多いの？最近夕方が多かったからかな。こんばんは、割り箸、こんばんは。ちょっと待ってね。インテリアクザさん、かっこいい、ありがとうございます。タンベマーボーさん、ウサネコさん、お花ありがとうございます。翔太さん、ハートありがとうございます。俺も久しぶり、違うやん。あ、地震、そう、地震大丈夫でしたか？私のお家は微動だにもしませんでしたが、岡山揺れてないはず。うん、大丈夫でしたか？え、そう、地震、なんか本当は夕方にしようと思ってたけど、地震でちょっと今はできないなと思って、そう、お風呂入っちゃいました。大丈夫でよかった、気をつけてくださいね。窓、え、窓割れたの？サンタナミチさん、ハートありがとうございます。しんいちさんもハートありがとうございます。口内、地震の中に口内炎があった。静岡も揺れたの？そうだよね、怖いね地震。待って、目がもうシュパシュパ。ケミストリーユーさん、音符ありがとうございます。SKE のお話し会、 SKE さんのお話し会、直接直接お話し会って感じ。鳥海浩二さん、ハートありがとうございます。アジさんもハートありがとうございます大丈夫、ほんとみんな気をつけてくださいませね。愛知でも、あ、愛知でも震度2なんだ。そうだね、 HKT さんもやるんだもんね、現地で。うわ、いいな。こんばんは、こんばんは。うもんのコメント適当適当え、タンポポの見たよ。え、見た見た、読んだ読んだ。タンポポみたいなやつでしょ。ほぼすっぴん、リップ、眉毛、髪の毛もうやばいから、私お風呂上がってさ、ドライヤーでちゃんとやってもフォーンってなってるから。そう、田所さん、ハートありがとうございます。高校生になったらバイトできるの？私は大丈夫ですよ。でも南海トラフが怖いね、本当に。え、すっぴんじゃない、じゃあすっぴんがこれと思ってほしくはない。リップでね、めっちゃ変わる。え、髪伸びた、ほんまに、ほんまにさ。で、眉毛マジない眉毛薄いんですよ、剃ってるわけじゃないんですけど、その全剃りとかはしてないけど。そう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 、私の髪の毛を良くしてくれるコンディショナーがあったら出てきてくださいって。え、でも切りたい。でもなんか舞台は、舞台終わるまでは切らんかな。舞台終わったらちょっと切ろうかな、迷ってきちゃっててさ今。こういうのでもあれかな、アイドル的にはこれすっぴんですキャーって言った方が正しいのかもしれない。
白馬さん、お久しぶり、お花束ありがとうございます。かまちこんばんは、こんばんは。ケミストリーゆうさん、ハートありがとうございます。え、あのね、そう、染めるのも悩み中。そう、揃えたい。でもそう、やばい。え、すっぴんじゃないよ。眉毛、リップ、髪の毛ちゃんとしたよ。かそうか、なんか隠し事してもすぐバレちゃう。え、さやちゃんとおしゃべりしたの？私も参加すればよかった。参加すればよかったレベルだ。あ、本当？忙しいんだ。ありがとう、来てくれて。あ、SK のおしめん様にどうだった？怒られなかった？ね、対戦できたね、私と。え、ストッパーかけたんだけどね、なんかね、何なんですかね、私の髪の毛って。お肌、全然綺麗じゃないです。美肌格好様っていうこのがね、このショールーム様にね、存在してまして、もうこの美肌格好様のおかげでね、こんなあとほぼ寝るだけかまちで配信しようっていう気分に ならせていただいております。ありがとうございます、ショールーム様。ショールーム様、本当に感謝感謝感謝でございます。あのねさん、かわいい、ありがとうございます。ジョージさん、シュック、ありがとうございます。新一さん、ハート、ありがとうございます。さっちゅんさん、ファイト、ありがとうございます。いや、本当に感謝感謝ね。対戦嬉しいよね。私も嬉しい、嬉しすぎて嬉しい。ありがとうございます。さえちゃん、恥ずかしい恥ずかしい。こんばんは、たんべマーボーさん、かわいい、ありがとうございます。今日はドボンゆるゆるしよう。どうすればユッキーナみたいに可愛くなれますか？でもユッキーナが可愛くないからどうしたらいいんでしょうね。ユキナってやつの、ま、でも私のこと呼び捨てで言う人あんまいないからさ。そう、チャームポイントは頭の形が綺麗に最近決めた。そう、プリンめっちゃ好きだよ、プリン。プリン好き。お疲れ様です。かまちさん、本当になんかね、本当に本当にさ、もうさ、うんってなる。なんかうんって、なんかそのさ、こうみんなにがいつも褒めてくれるから、なんかちょっと本当に可愛くなったかもってちょっと思ってた自分がいたんですね。すごい、なんか超美人とかじゃなくて、なんかちょっと可愛くなったかもって思ってたんだけど、なんか生写真撮影行って他のメンバーと会って、あ、ダメだってなっちゃった。メンバーに会いたいのにさ、メンバーに会わない方がいいのかもみたいな、もう葛藤葛藤。そう、頑張って、自信も頑張るよ。ポンポンプリン知ってる知ってる、もちろん。え、本当にね、頭の形、なんか顔にちゃんポイントないから頭の形だけはすごい褒められて、なんかね、ここが絶壁じゃないんだって。なんかピッてなってじゃなくて、ちゃんとこう本当に球体らしいの。すごいこうなってるらしくて、そう、そのおかげでね、今この髪の毛の長さがすごい外跳ねがしやすい状態になってるらしくて、そう。そうなの、そう、私のチャームポイント、そう、頭の形が綺麗。外跳ねたまにするけどね。え、舞台、うん、やってみたい。なんか何事もやってみたい、私。
え、そして、最近友達とかあったら、で、触ってみてってどうって聞いてる。趣味、え、趣味ジャグリングじゃない、特技をジャグリングにしてたら、なんか特技ジャグリングって書いたはずが趣味になってた。え、オハヨのプールにそんなに高いかな、100円ぐらいで買えない？あ、でもなんかちょっといいやつはもうちょっとするかも、150円くらいするかも。そう、特技、趣味はなんだろう、趣味はね、そう、趣味は可愛い子を眺めることが趣味なんですけど、これ男性が言ってたら逮捕されない、大丈夫かな。なんか眺める、なんか推しメンをこう見るとかじゃなくて、可愛い子を、そう、もう眺めるっていう、大丈夫これ。そう、眺めるだけなら大丈夫、本当よかった、じゃあこれからも眺めさせていただきます。もしなんか、ま、道行く、ん、そう、ま、でもなんか結構マッチンで道行く人たちも眺めてる、なんかそう、じーってこう、今の人可愛かったみたいな。あ、ギリギリセーフ。え、私ね、男の子本当に見ないんですよ。なんか友達とかがなんか、え、ね、今の人イケメンじゃなかったって言われる、言ってくれたりするんだけど、女の子基本的に道行くとき可愛い女の子しか見てないから。もう昔から、そう、そう、私のね、高校もうずっと毎日一緒に通ってたお友達がいるんですけど、もう、そう、可愛い女の子が好きで、可愛い女の子をが発見したらこう情報共有してたんですよ。そうで、なんか一緒に道、きのちゃんじゃない、道歩いてて、そうで、なんか、そう、今の女の子可愛かったよねみたいな、もうすぐもう意気投合しちゃうぐらい、そうなの、ずっとそうなの。え、寝坊する友達じゃない。ひろきさん、バラありがとうございます。でもきのちゃんはほんまにね、可愛いですよ、マジで可愛い、うん、そう、そうなの。なんかその友達に言われてから男性を見る、あー確かに確かにとか言って。そう、ベスト3、無理、決められない、決められない。なんかさ、もうその、例えば写真、実際出会う前でこう写真だけ見てたら、で、そのただのファンだったら決められたかもしれないけど、こうやっぱりこう喋らせていただいて決められない、本当に。ね、最近の若い子本当に可愛い、無理無理って言っちゃう、本当にさ、なんなの、あの中学生、エイトリウムだけどさ、いや中学生って、そ、今時の中学生本当にすごい。こんばんにゃー、本当にすごい、だって見えないもん、なんか私の方が幼いなって思っちゃう。ベスト3発表します、どうぞ。え、じゃあ母性じゃないんだよね、これなんか、もうなんか、なんか何なんだこれはって思う、なんだこの世界はって。いや本当にね、大人っぽい子多いんだよね。何なんだよ、ママって言ったら本当にキレるよ私。ドゥルルルルルルダン、ユキナって名前でよかったってめっちゃ思う。なんで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 、美人、え、わかんない、決めれない、なんかわかんない、難しい。いや、いっぱいとか全員そう。一緒にね、お仕事で楽しいけどね、なんかそのレッスン場とかって、こうこうね、前がね、鏡でブワーってなってるんですよ。で、鏡を見ながら踊るんですけど、なんか本当に、あー、隣に並びたくないわーってなる。本当に
久しぶりにゆきのショールーム見れた、やったもう名前覚えたわ私、ゆうがつくってそうなるなる、本当になる。最後にレッスン場に行ったの？レッスン場でしょ？レッスン場は去年の3月、3月20ぐらいじゃなかったっけ？1年前の今日とかさ、なんかカメラロールで見れるくなかったっけ？おっ！わ、この日、この日にあれだ。あ、またなんか音楽流れ出しちゃった。ちょっと待って。この日にね、あの愛理ちゃんの誕生日をお祝いしてみました。なんあの G8 でさ見せたさ愛理ちゃんの誕生日お祝い今日してたんだ。わあちょうど1年前、去年の3月19日。うわ懐かしい、だちょうど1年前だ。アンビリーバブルや待って、ヒコイチだ、アンビリーバブルや。そう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 、あこの時、この日めっちゃ楽しかったな。3月19日ですごいね、なんかね、うわ青春したわって思った日だったんですよ、3月19日って。本当に昨日ね愛理ちゃんと喋った、久しぶりに。こんばんは、ユッキーと同じ名前、やったね、私も嬉しい。1年前踊れ、どうなんだろうね、ダンスをさ、新しい曲をやってないからわかんないけど。お、大学卒業、久しぶりじゃない？ケンシロウさん、おめでとう、コングラチュレーション3月19、やばいね、エモいですね。今は何か踊れるの？今は何だろう、え多分踊れる曲増えてないな、踊る機会なかったからな。ああれかな、15周年の記念公演で踊る予定だった曲、47でもその時から踊れてた、リハしてたから踊れるから。そう待って、どこだ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 、本当にもうすぐマジで1年だ。そうまだ秘密なの、やるまでいつやるか知らんけど秘密なんですよにゃん吉さんハートありがとうございます。レインボーさんもハートありがとうございます。レッスン、あその15周年のやつはもう全部地起こし、ちょっと忘れた、あ、覚えてる、いや覚えてない覚えてないな、あ、やばいやばい、ドボン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 タイムが、ゴールデンベッドタイムが始まったから、しゃりやりながら喋ります。そうトップ、そう雫公演ね、本当に早くやりたい。なに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 、あどっちやねんって、えなんか かろうじて覚えてるぐらい、すぐ思い出せると思う。見たら伊藤さとしさんお花ありがとうございます。レアさん尊いありがとうございます。振りで内緒、絶対わかんないでしょこれだけだったら。田所さんレインボースターありがとうございます。 GBT もったいないの、ナナちゃんレインボースターありがとうございます。雫公園でどの曲が一番好き、うーん直角以外でしょ、だったらアフターレイン、もうめちゃめちゃてか一番本当はアフターレインが好きかもしれない。アフターレイン、アフターレイン大好きだな私。お変な声出ちゃった、わあ私知ってる子に出会っちゃった。そうアフターレインが大好きなの。
めっちゃ好き。アフターレインは本当にね大好き、超大好き。直角入れてもアフターレインがいっちゃん好き。トモさんハートありがとうございます。ビバハリケーン感情の渦に流される僕がいる今。そう、みんなとアフターレインでね、あっち見てホイをするのが私の夢じゃけんさ。そうドボンされた。待って、もうドボンされたらマイナスになるじゃん。わ、虹の列車も好き。アクシデントカマチ、アクシデントカマチね、確かに。もう いつの話やぐらいですね。あ、待ってね、じゃあコメント更新しよう。コメント更新するぞよ。よし、コメント更新した。出会いがしなこんなこと。違う、間違えた。そう、私なんかね、勝てる時は勝てるんだけど、勝てない時は本当に勝てないんだよ。マネで。かまちかまち。船長さんハートありがとうございます。そう、一旦食べるの休んでる。1年前のかまちってどうなんだった。でもさ、そろそろさ、1年前のかまちはさ、今のかまちに近づいてきてない？キャンディーやりたいね。ゴンチューシーシー。え、またドボンされる。嘘嘘、やめてやめてやめて。ジューシーシーバイクでちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり日差しが。いや、1年前のかまちさんに、20歳だ。そうだ、前髪、前髪はね、え、でも前髪もね、その時空いてる時ですよ多分。どういうことですか。え、なんかね、本当にね、私ね、本当にね、やばいんですよ、昔の私。昔ってでも1年半前とかだけど。で、なんかちゃん、マジで、なんだろう、今の私に近づいてきたのがちょうど1年前ぐらいだと思う。やばい、前、あ、未来に行く当たり前の人と過去に行った当たり前の人がいる。最近めっちゃ気になってる。もっと気になってよ。やった。あ、え、待って待って待って、出せるのに引いちゃった。はあ、油断した。でもなんか多分その当時の、あ、暴れた。でもなんかあの、その当時、え、もう去年の1年前の時はなんか多分化粧も全然せずに配信してたから、多分リハで、朝早くか夜遅くじゃなかった、私配信するの大体ね。1年前ちょうど木になってる私。じゃあずっと動かないでいます。木にもう本当に木になる。おおおおおお、雪直しの方発見した。ゆきなってやめないさんハートありがとう。エイティさんもハートありがとう。かなり気になってます。やったね。イエイ。パーマどういう、くる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 はかけたことない。なんか1月にこのショートにした時に髪の毛はなんかね、傷まないストレートパーマってやつかけた。私あまりにも癖がすごすぎて。そう、うわ、ももかさんと、そうそうそう、一緒に配信したんだよね。え、じゃあももかさんの配信に、そう、お邪魔したんだよね私。
巻いたりはなんかね難しい、なんかあのすごいねモーツァルトみたいになっちゃうの、私下手すぎてこうやってそうだから、えマイナス引かれた、ショック、8位に下がった、下がっちゃったじゃん、負けすぎてエンジンかけましょう、ブンブンブン。え確かに、でもショールームに慣れてきたのもあるねえなんかねやっぱ後ろの方とか見えないからわかんないんですよね。ねびっくりした、今対戦できて本当にびっくりびっくり。えわかる、マリアさんめっちゃわかる、もうかわいい、出せた出せた、宮城亮太のパーも結構すごない？すごい、めっちゃシュタンプ押してくれる。そう今日空のと電話したの、そうそうなのそうなのこれ以上1年後慣れることとかあるんかな、多分今がもうマックスですよ多分。でもパーマかけたらさストレートにできなくなるじゃん多分、わかんないけど、でもなんか伸びてきちゃったな、切りたいなお元気ですよ、お元気でしたか、ちゃんと来てくれないとダメですよえ、あ、パーマかけてもアイロンすればいけるの？ストレート。え、でも多分1年後は本当に私は、え、あやみーさんめっちゃ手、綺麗に手あげちゃった。あやみーさんに出会った。みんな、あやみーさん、あやみーさん、あやみーさん。え、なんかすごい、なんか、すごいショートにしたい、なんか。めっちゃ綺麗じゃなかった、今。挙手が綺麗すぎる、飛ばされた。あ、エミさんすいませんごめんなさい、わんあやみさん普通に長友あやみになってる、あやみさん、あやみさん何回だろう、結構当たってるよ、だって私今日京香さんの奇跡になったしさ、結構当たってる。あやみーさんがドボンする、え、そうそうそう、めっちゃ出会うんだよね、そう刈り上げちゃうの、刈り上げちゃう、なんかね今はこうボブって感じじゃなくて、これがをなんかあの山田七海さんみたいな毛先がこうシュッとした感じのとかしたいなみたいな、ちょっと思ったり思わなかったりそうしてて、そう、え、そうでもなんかいろいろ迷う、そうなの？知らなかった、そうなんかさ、そう私ねこの髪切りに行く時もあのなんか自分の髪のなんかこういう髪の毛にしたいって言っても、自分の髪質とか元々の髪今の髪の毛の状態でどういうその髪の毛が再現できるかが分かんないじゃん、この今のままだできませんねって言われちゃうかもしれないから、いろいろなパターンをねのなんかとりあえずショートの写真をねこう写真調べてこう写真撮って、そうあの持ってって、え、ある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 、え、ドボン卒業、何何の話、卒業って誰が、私がするんですか卒業、もうちょっといてもいいですか、え何の話ですか、めっちゃ腕上げる
あ、ずっといていいですか？よかったです。そうそうそう、まあそれでね、だから、ななみさんの写真とか、おだいりさんの写真、あとこじりんさんの写真を、なんかこれかわいいなっていう写真をたくさんね、スクショして、そう持ってって、いつでも使えるように見せれるようにね、そう仕込んでったって話だったんですけど、なんかわかんなくなっちゃった。みんなあれですよ、普通に配信楽しんでくれたらそれでいいんですよ。10年、 10年だって31だよ、私31だからね。それはそれはでしょ。僕と結婚して卒業する意味認めません。お、いいね、そういう発言。31よ。でも私は、そう、私でもそう、ベージュまで 88？ へえ、ゆきりんさんはすごいよ。でも私なんかだってさ、31になったらさ、なんかゆきりんさんって本当にさ、そのさ、マジで綺麗なの、リアルで見ても綺麗だけど、多分私もうマジでこの辺すごいシワシワになってる気がするんだから、さすがに多分ね、早く卒業しろよって言われてると思う、もしやったら。だからね、あの、なんて言うんですか、私はね、私の限界の綺麗な状態で一終わりたいです。多分ね、もうね、そう、もうダメになっちゃう。いや、ゆきりんさん本当に綺麗な、なんかもう本当にね、ツヤ、肌ツヤすごいし、すごいの綺麗、びっくりしたもん。なんか14周年公演の時に、あの、そう、新メンバーみんなで同期で一緒にいてね、ゆきりんさんがそうステージで写真撮ってみて、やばいねみたいな、マジで綺麗だよねみたいな、もうそうなってて、そう、すごいのよ、本当にすごい。分かんない、ゆきりんさんのウエストをまじまじと見たことは残念ながらないな。総監督、いや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 、私はもう楽しくアイドルがしたい、それだけ。そう、でも可愛いおばあちゃんにはなるつもり、可愛いおばあちゃんを目指して、なんかしわしわでも可愛いおばあちゃんになるの、しわしわの可愛いおばあちゃんになりたい。誰のウエスト、ユーカリンとか、ユーカリンとオミは見たな。そう、シワシワの笑いじわがすごいシワシワで可愛い、そう。そうそう、いや、あの時はね、マジで私たちのテンションがおかしくて、そう、めっちゃね、面白かった。でもアイドルプロデュースとかやってみたい、めっちゃ。88で順調そうだす、やばいやばいやばい。ちょっとじゃあ、あの、なんかさ、頑張って今こう有名になって活躍して、88になった時に、あの時の人は今みたいなやつの番組に出て、それで88で順調そうだすを歌えるようにね、頑張りたいと思います。え、そう、でも自己プロデュースよりね、人プロデュースする方が多分向いてるんだよ、私。あ、ヨルドボンね、の10時台ができないんですよ、ちょっとあのやらなきゃいけないことがあって、そう、できないから11時台
に、そう、そう、何の話してたっけ。でそれでさ、11時台にどうすればいいと思う。もう12秒ランダムのみにするか、 10時台にできんかったやつも詰め込んで11時台全部時間合わせでやるか、どうする、どっちがいいですか。舞台の練習まだしてない。全部12秒ランダムでいく。どうする。もう本当に私がダーってやるのか、ランダムって どれのこと。ランダムってなんだ。ランダムはあの12秒してランダムってこと。じゃあ12秒ランダムでいこっか。12秒ランダムでいくね。じゃあ全部みんなもだからなんか無理せずに自分の使えるハートの範囲内で、ハートの範囲内で12秒ランダム、ワンチャンユッキーナ会えたら奇跡っていうテンションでやってみてください1時間オール12秒。唇に触れたの急に私すごい歌ってたのにさ、お試合が終わってしまいました。ガンダムは分かんない。ガンダムの曲でなんだっけテトラポットに寄せて返す波音。ダメですよ、無理よくない。ランダム、何回買ったのみんなみんなもやししか食べてないの。ちゃんと食べてる、お肉、 お魚食べてますか、お米食べてますか大丈夫でございますか。そうそう、かまちけのお兄さん、お父さんもね、縄さらしてないがやってるんでね誰かバーストした。あ、餃子食べてますか。10個だけどバーストは超、あ、でもそっか、でもドボンされるよりマシなのか、された方は。本戦ね、行く気満々いけ。え、なんかさ、めっちゃ点数引かれるじゃん今ね。 A クラスなんですよ私。 A クラスまでのし上がったんですが、やばい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 ぞ、全然勝てないぞ。岡山を含め旅行する。マジどうしよう。出会ったらちょっといつ出会ってもいいようにメイクして街歩くようにしよう違うか違うか。お守り使う。お守りって何やれ。お守りないと減点されま、え、私さ、あのさ、ん、あのそのイベントのさ仕組みが分かってないの。どういうことなのあれは。ちゃんと、え、もうだってマスクしててさ、もう私本当にもうすごい格好で歩いてますから。アマプラドラマ見てるは見てるけど、でもあんまり見れてないな。前ほど20、ほんと一日中かけてさ、ずっとドラマ見てたの。ほんとに学校行くギリギリまで見て、で夜中もずっと見てみたいな。授業も全然なかったからね。そう、サンライズ出雲、サンライズ出雲だ。
いや私本当にオーラないから絶対誰にも気づかれない自信ある。坂さんお花ありがとうございます。こんばんは。え、減点される、あ、上がったよ私。バイ。アマプラ、あとネットフリも入ってはいる。嬉しい。え、このさ、あ、このお守り1個持ってるんだよ私。お守りって何ですか？お守り。オーラある人、ユーカリン。すごいよユーカリンね。ユーカリンと並んでるとね、すごいもん、なんか、あ、芸能人だって私思うもん。お守り何？お守り読んでなかった。アイテム交換、神推しのお守りが追加されます。このアイテムは C クラスから使用が可能になります。60分間グランプリポイントの減少を防ぎます。なるほど。なるほどなるほど。ななちゃん、お花畑じゃない、間違えた。待って、お花束花束ありがとう。そうだね、がっつりやるときに使った方がいいね。確かに確かに。ほうほうほう。間違えた。今 A クラスにいる。今だからね、入江直樹さんと同じクラスにいるんですよ。 F 組のことこさんいます？もしかして。私今実質入江直樹なんですよ。ユキヤの頭の中はね、なんかもうラベンダー畑だから。そう、トムさんに似てるって、2回目ぐらいかも。ほとんど言われたことない。なんでだろう、嬉しい。ユキナってやめないさん、ハートありがとうございます。アギさん、お花ありがとうございます。イタキスの、え、映画、映画、え、ドボンされた、うわあ。このお花畑 NG なの？なんでなんで、何がダメなの？お花畑、何がな、何が、何があれなんだ？輪郭？輪郭？輪郭？すごい点数引かれた。頭の中がお花畑。表現がダメ。え、別にいいやんね。別にでもなんかほら、なんか、なんかさ、ほらだってさ、お花畑って別に脳内お花畑だねってさ、なんかもっとさきついドストレートな言い方の方があるじゃん。別にまだ可愛げある風に言ってる気がするけどな。ダメなのか、厳しいな。出せない、ヒント使っちゃったよ。ひらがなはいいんじゃ。へえ。ハッピーセット、いいね、それ好きだな。頭ハッピーセットってやばいな。そうね、星がね多いからね。なんだっけ、この間永遠に星になってたやつなんだったっけ。昨日かな、一昨日かな。それは星で打たれても分かんないんだって。なんだったっけ、なんだったっけって聞いてもさ、みんなが打ったらさ、あ、それそれか。ハッピーターン使えて初めて見た。カオスこのコメント欄。
そう、私本人登場、一生本人登場なの、すごくない？でみんなもうわざと星打ってるじゃん、最初からさ星にならずに星打ってるじゃん。なんでユッキーナじゃないのかもな、その星になるってことは。何ユッキーナって歌うとしたんだろう。星3つ流れ星だよ今、確かコメント欄流れてる星だから、みんな流れ星だからこれ願わなきゃだよ。めっちゃ流れ星来てる、コメント欄を流れる星。真剣に寝顔これできない、これでね、これできる、みんな、私これできないの。これどうやってやるんだ、このなんかこのグニャグニャできる人いるじゃん、こう一緒。ヘッドライトキスタライスルーザナイトって大きな場所へ星空が。え、これめっちゃやる人いない、めっちゃなんか学校で絶対さ、中学か小学校の時めっちゃ流行るくない、これね。タンブマーボーさん、バラありがとうございます。トモさん、小判ありがとうございます。ゆきなちゃんのお顔が欲しい、もう全然あげる、もう本当にもう私もうなんか本当にもう交換してほしいもん、もう全然あげちゃうすごい即答しちゃった勢い、本当に。小指だけ曲げれますか待って いけそうじゃない、一緒一緒待って無理。ちゃ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 。でも私さ、思春期のアドレナリン全く踊ったことない。ともたんさん、ハートありがとうございます。けんさん、ハートありがとうございます。ケミスタリュウさんもハートありがとうございます。下の巻きって何？ドゥルルルルってこと？え、なんかさ、あの私ここなんか佐々木美玲さんがこことここがくっつくってさ、私ずっとこうやって頑張ってつけようとしてる、見て、あとちょっとで届きそうじゃないですか。あ、てかこうやったらなんなら届いてるじゃん、ほら、あとちょっとで届きそうなんですよね。見て、みんな、舌を丸くすることってどういうこと？届きそうで届かない。痛い、結構痛い。でもこっちもいかない。きのちゃん2号ハートありがとうございます。サンタナミチさんもハートありがとうございます。どうしても届きたいんですよね。え、私そんなベロは器用じゃないです。あ、なんかこういうのもできない、なんか丸める人とかいるけど。そう、755偽物さん、また偽物のこと言ってた。親指だけ曲げるのできるよ。え、親指だけ曲げれる、すごーい。みんな親指だけ曲げれますか？ちょっとドボン疲れた、休憩しよう。ミヤヒーさん、ハートありがとうございます。トモタンさんもハートありがとうございます。え、今騙せると思ったの、みんなのこと。いや、違う、みんなのこと騙そうと思ったのに。いや、親指だけ曲げれるんだよ。え、そう、嘘だもん、偽物さん、嘘だもん。それ空野と話してたんですよ、だから本当に嘘なんですよ。
なんでみんな騙されてくれないの。チュンチュンさんハートありがとうございます。親指以外人差し指いけた、中指、あ、いけてるいけてるいけてる、うん、これだけ無理だ。マジレスされたショック、わっすごいでしょ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 。指短い本当に。やばいね、これさ顔でかく見えるから嫌なんだよね。こうさ、なんかここにいるとさ、そう顔がでかく見えるじゃん。ここにやってもさ手が小さいから顔がでかく見えるじゃん。これだったらいいんだけどさ、これだったら顔でかく、逆にでかく見えそう。でこの辺は削れるからいいんだけどね、なんかバランス的に縦長く見えそう。そう、あのスポーツテストの、あのハンドボール投げがさ、ハンドボール投げがあのこう片手投げじゃないといけないじゃない、それがね難しいのさ。そう、リュウさんバラありがとうございます。そうそうそう、田の頃さんもハートありがとうございます。え、なんかね、ここで落ちそうになっちゃったりするわけ。本当に難しい。え、じゃけん私ドッジボール両手投げなんですよ。めっちゃ笑わ、本当に大学に入ってからめちゃめちゃ笑われるんだけど、本当に私ガチで両手投げで、でもめっちゃ両手投げでめっちゃドッジボール早いんですよ。超得意でドッジボール強いんですけど、学校部活の中だったら強かったんですけど、両手投げなんですよ。ってやるから。あ、ボーリングはね、ボーリングはね普通。いや、ほんなんかその部活のね合宿がで行って、なんかその最後の合宿の最終日にレクリエーションをしようになって、バスケとドッジをしたんですよ。そう、バスケとドッジボール、そうレクリエーションで最後、まあ合宿お疲れ様みたいな。そう、大学2年生の時に合宿参加したんだけど、そう、その時にそう部活のメンバーみんなでやってて、私外野担当に、外野がいいですって言って当てられるの嫌いだから、そう外野でもうバンバン当てまくって、もうその本当に先輩たちがユッキーが怖いって言って、すごいもうビビられるくらいマジで強かったんですよ本当に。だけど投げ方がダサすぎるってよく言われた。めっちゃ笑われた投げ方。チェストパスってこれ。え、そう最初から外野がいい。なんか野球の方じゃない、これチェストこれか。何人ぐらい、え、でも部活のメンバーだから、でもその時動画はないんだよね。あの私のほらこうやってピースしてるさ、一眼レフで撮ってもらった写真があったり、あれはね合宿の写真なんですよ。そう、そうそうそう、田所さんハートありがとうございます。ドッジボールめっちゃ好きなんだよね。でも逃げるのも、私本当に小さい時なんかマジで私逃げの神だと、神って言われてて、いや自分自称なんですけど、なんかマジでなんかお父さんとお兄ちゃんと、お父さんは違うか、お兄ちゃんと、まあ近所の人たちとね、あのドッジボールをしてたわけですよ外でね。してた時に私後ろ向いてても当たらないっていう、なんか後ろ向いて、その小さい剣さ、逃げ方も知らんけど、本当にさ投げたらさ後ろ向いてタタタタタって逃げるじゃん。で普通にボール投げられるじゃん。でボールこう私に向かってきてるのに、何を指したのかちゃんと曲がって避けれるんですよ小さい時。本当に天才だったんですよ、逃げる天才。あれはすごかった本当に。
ど多分後ろに目があるかなぐらい。田所さんハートありがとうございます。そうマジ髪回避してたずっと。なんか突然こう、まあ、こうまっすぐ逃げててボールも来てるんだけど突然こう曲がるっていう、なんかそう、そう白眼持ってたのかもしれない。ギリギリ、そうそうそう、本当にねすごかった。何大リーグボール、わかんない、ドッジボールは何ボールでやってたんだろう。目あるかない。後ろの目、いややっぱないな、もう消えちゃったのかも、やっぱ子供の時にしか現れなかったのかも。でも本当にすごかった。そう白眼。お、じゃあ私なんだっけ、あの、なんて、待って、ナルトの夢の名前のひなた、ひなた、ひなた、あれひなた、ひなただよね。私第66開いた。そう第6開いた。あ、ヒューガ、ヒューガか、ヒューガ、ヒューガ日向、それそれそれ。ヒューガ日向、それです。ヒューガ日向だね、そうだそうだ。配球もね、そっか、配球、あれ配球ってさ、配球はさ、あの人は日向翔陽だ、じゃけんじゃ私両方同じ時期に見よったけん日向日向になっとったんか。だって、あ、え、配球は日向翔陽だよね。小次郎、武蔵小次郎、ニャンステニャンス、寝落ちそうでした。え、でしょでしょでしょ、髪伸びちゃった、切りたいかな。え、ロック、マジや、だって聞くけど、ロックリー様の髪型に私がしたら押してくれますか。ロックリー様の髪の毛、髪が、ま、髪の毛眉毛にしたらどうします。あずまねあさひさん、私の推しメン。構わないけど押すのはやめるでしょ絶対、他の子にさ行くでしょ。押す、絶対押してくれないじゃん、みんなすぐさ、そう。中身だろって言ってもまずその時点でもうダメでしょ絶対。ね、多分もうあの本当にやめさせられちゃうと思う私。こんなんで劇場公演出させられるかって。あ、声だけね、もう私もずっとね、もしそうなったらラジオ配信に切り替えようかな。田所さんハートありがとうございます。いや、ガイさん、ガイさんも変わんないやん。トメさんに教えする、ダメ、やだ、ダメ。オリンピック確かに出れるかも、みんなオリンピック見に行きたいな。俺が顔出てくれるの代わりに、トビくんのコンローやん、コンローするの私。オミもダメ、みんなダメ。私別に皆さんがロックリーの髪型眉毛になっても皆さんのこと大好きですよ。え、ラジオ配信禁止禁止、もも短髪金髪ならワンチャンいけるかもね。あの切った後のももはるなら、千秋の髪ワンチャンいけるな、まだ千秋さんならいけるな、アイロン頑張って当てれば。
ほんとほんと、もう別にみんながロックリーでも花園千秋でも桃春でもトビくんでももう大好きですよいや爆笑はしていいでしょ、別に爆笑はするけど別に爆笑したから嫌いってわけじゃない先輩分かりにくいな、チャッキー先輩やった桜木花道でもいいしねそう、あ、宮城亮太私推しメンだからそうもっと好きになっちゃうかも何のお話してるのと、なんか癖が強い髪の毛のアニメのキャラの髪型にみんながなっても私はみんなのこと大好きだからしていいよって話そういう話でした。あ、コスやるならコスプレ込みの方が分かりやすいよね。だってさ、コスプレなしでさロックリーさんできたらさ本当にただただそういう人って思っちゃうかもしれないからさ。え、黒子のバスケ見てみた。え、黒子のバスケってどっか、あ、ネットフリとかで見れる？え、ナルトの画面でも全然いい全然いい。おめえなんだっけ、ウリ棒みたいなやつ。え、多分ね、ドンキホーテ行ったら緑の全身タイツ売ってると思う。ネットフリ見れるの？本当？マジか。チュンチュンさん、誰もありがとうございます。黒子のバスケネットフリで見れるなら見よっと。見る見る見る。アマプラもある？黒子のバスケ。嘘だ。波平でも全然いい、大好き大好き。波平さん好きやけん私じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。読みますね、そろそろおランキングをお読みします。よ、あ、今見れないんだ。いきなり今時間見た、そろそろだと思うよし、いや本当に読む。じゃあ行くよ読みまーす。13位、チュンチュンさん、あとゆきなちゃんしかありがとうございます。12位、えぬさん、あとかまちゆきな大好き、ありがとうございます付け足す。11位、きのちゃん2号アットアツ、きのちゃん2号にアツかけたありがとうございます。10位、ケミストリーゆうさん、アット今日は褒めてもらいたい、かまちかまちを見て見とくね、オッケーオッケー、ありがとうございます。9位、ゆきなサランヘー、サランヘーサランヘー、サランヘーって何だっけ、愛してるようか、サランヘーてるトルピトトルミダーありがとうございます。8位、東さん、あと台湾、ありがとうございます。7位、ヤレス、あと雪レンジャーしか勝たんありがとうございます。6位、あのねさん、あとミスザガ最高、ありがとうございます。と5位、ケランチョさん、あとゆきなちゃんがもう圧倒的にもう超絶一押し、ありがとうございます4位、カピちゃん、ありがとうございます。イエーイ、あれ変わった、12位、アジさん、ありがとうございます。イエーイ。9位、モンゴリアンプッチョさん、ありがとうございます。6位、ケンさん、かまちが蒲田自販機の缶を飲みながら蒲田駅に自撮り、ありがとうございます。5位、ななちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして4位、サンタ花道さん、あっと時間と星が流れる、何の曲だな、曲ではないのか、何なのだ、今日は分からぬ
ありがとうございます。3位、ケミストリーゆうさん、あっと、あ、さっき読んだ、ありがとうございます。2位、あのねさん、ありがとうございます。1位、田所さん、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。あ、カツカツさん、だるま、ありがとうございます。来てくれてありがとう。サランヘイは軽く言っちゃダメなの？そうなの？そうなんだ、サランヘイ。じゃあとりあえず、じゃあ11時から12秒ランダムでやりますので、皆さん奇跡的に会えたらいいなぐらいのテンションで、無理せずにハートを効率よく使ってください。ということで、バイバーイ、バイバイキーン。22時はできない、多分途中からできるかもしれないけど、できない。